エドゥアルト・ローデンという作曲家、今ではほとんど知られていませんけれども、1828年ドイツ生まれだそうです。で、生まれた町はハレというね、これヘンデルが生まれたのと同じところなんですけれども、で、その後いろんな町を転々として、最終的にはベルリンでですね、活躍しました。で、ここでは教会だとか、あるいは小学校なんかの合唱のね、指導をしていたようなんですが、そういうわけでこの人は教育者なんですよね。今日の操り人形という曲も、非常にこう、教育的な目的がですね、強く感じられる曲でありまして、まあ音階練習みたいなね、すべての指をこう使って音階みたいなことを弾くんですけど、それが、左手に出てきたら次は右手とか、あるいは毎回ね、フォルテピアの強弱を変えてみたいな感じで、どちらかというとこう、練習曲、エチュード的な性格の強い商品だなと思います。この曲、操り人形というタイトルで、どの辺が操り人形っぽいのかはね、ちょっとよくわからないんですけれども、現代はですね、ディ・マリオネッテンというふうになっていて、これドイツ語だと、まあ、操り人形の複数形なんですよね。複数の操り人形がいるということで、つまり、まあ、操り人形を使った人形劇の楽しい様子を描いた曲なんじゃないかなというふうに私は解釈したんですけれども、まあ、こういうところですね、日本語は単数形と複数形の区別っていうのがないから、ちょっとね、ニュアンスが分かりづらいところもあるなと思いますけれども、まあ、だからといって操り人形たちとかね、あるいはいつぞやのジプシーみたいな操り人形の群れとかって訳すのも変かなとか、難しいところですね。